こんにちは、速稼塾の久保でございます。暗号通貨市場がですね、かなり、弱っていて、まあ離脱する人も多いみたいなんですよね。まあ今日今スクリーンショットでご覧いただいているのが池早と書いてますんで、まあ YouTube とかブログでも有名だったあの池早さんじゃないかなって気がするんですよね。池早さんといえば何か、パンケーキスワップがなんかを進めて、それがちょっとうる覚えですいませんね、なんかを進めたのが暴落して、それでなんかそれ以来なんかあんまり目立たなくなっちゃったっていう噂を聞いたんで、私も真実は知らないんですけども、池早さんの YouTube はね、いくつか見たことがあるんですよ。なんかメガネをかけていて帽子をかぶってる人ですよね、確かね。ですごい有名な方だと私は思ってるんですけども、 YouTube もね、一発パンと出てきてすぐ10万になってパッといなくなっちゃったみたいな感じで、あ、すごいなと思ったんですけども、その方がね、 Twitter を見てると、こう仮想通貨引退しますっていう記事を載っけてるのをたまたま目に留まったんですよね。でそれを見ると確かになと思いますね。 APE っていう仮想通貨ですか、これ 36% ダウンしていますよね。でアスターも私は進めたことがあったんですよね。で決済時期はもう指示しましたんで、あそこで決済された方はだいぶ含み益を利益に変えることができたんじゃないかなと思います。深追いした方はね、知りませんけどもね、すいません。でアスターってのは目標の金額まで行って決済すればよかったということなんですけども、そこから 40% 減というか、高値で売った人が続出したからこうはなりますよね。で、AVEX っていうのがあります。AVEX っていうのかな?これが 33%。GST っていうやつもありますけども、これも 23% ね、まあ、なかなか笑えない、値下がりですね。あと GMT っていうのも 30% 減。ルナっていうのが有名っていうかね、話題になってました。95% ダウンなんですよ。これすごいですね。で、UST っていうのが 20% と、まあ、軒並みこういう風に下がってるんですよね。これが池早さんがホールドしている通貨が下がったからなのか、それとも、全体的に下がってるからもういいやって感じで池早さんが離脱したのか分かりませんけども、まあ池早さんもそうですし、早めに仕込んだ方ってのはね、去年も大きな含み益だったですし、それに比べて今年はだいぶ下がってますけども、それでも含み益は含み益なんですよね。だから参入時期が早かった人ってのは基本的にみんな、損害を出していることはないんですよ。いつ決済しようかなっていうだけでね。カルダナも値段下がってますけども、ビットコインも、イーサリアムもね。でもこれ、2015年ぐらいに買った人って、痛くも痒くもないでしょ。でも、2017年、18年、19年ぐらいで、もう、ある程度、テレビ CM とかに取り上げられたりとかでね、仮想通貨が有名になった時に買ってみようかなって人は結構ね、含み損、含み益を行ったり来たりしてて、心もとない状況じゃないかなと思うんですよ。あとはね、その仮想通貨である時期送り人って言葉が流行りましたけども、それを当てにして仮想通貨をね、日本円にしないまま浮かしている人ってのも結構ね、このまま持ってて大丈夫のかなみたいな感じで決済を焦る傾向にあると思います。さあ、いろいろと申し上げましたけども、暗号通貨ね、一体この後どうなっちゃうのかなってこと気になると思いますけども、どうなるかは分かりませんよ、それは。分からない中でやってるわけじゃないですか。まあけどね、軒並み通貨の価格ってのは大きく値上げをしたりとか値下げをしたりとか、ものすごく不安定で不確定要素の大きい市場なわけですよ。だからこそ余剰資金がない方は参加しない方がいいし、とは言っても片方ではもう他に方法がないんで暗号通貨で一発逆転したいっていう人の欲望もわかります。ただやっぱりね、一発でドーンと終わりになるようなことはせずに、ある程度の損を覚悟しながら少しずつ進めるってことをやっぱお勧めするようになりますよね。なんせね、何にも予想がつかないんですよ。例えば今回の暴落劇だって分かんなかったわけですよ、多くの方がね。分かんなかったんだけども、暴落したってことは大口が売ったっていうことに他ならなくって、大口が売ったってことはその大口の方は大口で買ってる時があるわけですよ。で大口で買った時ってのはどのぐらいの利益を見込んで買ったっていうのがもうできてるんですよね。でその利益額をクリアした、もしくはその近辺にいたからこの辺でいいかなと思って決済した、その大口顧客がどんどん離れていったから値下げしてるだけであって、小口で買ってる人ってのははっきり言ってあんまり関係ないわけですよね。小口で買った人ってのはそれこそね、10万100万みたいなのが目減りしてて焦っちゃうかもしれませんけども、大口の人ってのはね、もうあくまでもその買いと売りで儲けてるわけですから、税金のことも考えて、まあですんで太刀打ちできないですよね。ある程度の資金がないとやっぱ勝てないわけですよ、投資って。
それは暗号通貨でも同じで、唯一例外だったのが暗号通貨のまだねビットコインが1万とか2万だったような、そんなね誰も知らないような頃ですよ。本当にインターネットが一般的になってきて、アフィリエーターみたいなのがね2013年前後にわーって出てきた頃に、仮想通貨暗号通貨ってのはもうちょっと後で日本に入ってきたんですけども、その時にね数少ないウォレットを作ってで購入できた方、本当コインチェックぐらいしかない時とかね、ビットフライヤーぐらいしかない時にさっと作ってね、そこで仕込めた人、しかも途中でいろんな暗号通貨の投資案件出てきましたけども、 D なんとかとかね、 D9 だったかな、なんかビットなんとかビットリージョンかなんかかな、そういうのに全く脇目も振らずに、ウォレットに入れ続けた方は今花開いてるんじゃないかなと思いますけどね。本当そのぐらいなんですよ。参入時期が早かったら勝てて、参入時期がもう2016年17年ってもう遅かったわけなんですね、そこではね。まあ遅かったなりにそこそこの資金を分散して詰めた人は含み益を取ったところだけを決済して利益に変えられたんじゃないかなと思います。まあそこにね追いついてくるのが課税なんですよね。むちゃくちゃな課税で、せっかくの利益も課税で吸収されてほとんど儲かってないっていう状況になってるんじゃないかなと思いますね。で結果としてね、私のお勧めする方法は1位も2位も情報発信することです。暗号通貨だけをやってるんだと負けやすいんで、暗号通貨をやりながらその模様を放送していること、 YouTube とかねブログとかで発信していること、そうすること何が起きるかというと、まずは客観的に自分が投資家として本当に無理ないことをやってるのかなってことを放送するね、ある一定の放送者の責任として自覚することができるってことなんですよ。これ一人でこっそりやっちゃうとね、誰にも言わなくていいもんだからっていうんで無理な金額いくわけですよ。でもなんでこの金額いったのかなっていう風な記事を書こうかなとかね、それから発信しようかなと思ったら、やっぱり投資の原則として余剰資金がこのぐらいだからとか、分散するためにポートフォリオをこう組んだからみたいなかっこいいこと言いたくなるわけですよ。でそれが逆にね防衛になるわけですよね。で意味はもう一個あります。自分の購入してる暗号通貨仮想通貨を買うことによって迷ってる人が買いやすくなるんですよね。で買いが集まれば値段が上がるっていう単純な理屈で、放送する人が多ければ多いほどその通貨っていうのは買われる可能性が高いわけですよ。特に今値上がりしてますよみたいなね、今回の暴落劇の中でも値上がりしてる通貨とか強い通貨っていうのをこれですよっていう風にランキングでナンバー10までね、全部こういう状況でも全部値上がりしてますよみたいなのを見つけて放送するとね、で今度はその通貨買おうかなっていうのが現れるじゃないですか。それからこの人暗号通貨詳しいなっていう思っていただけるじゃないですか。そういうところで強さがあるのがうまい放送の仕方ですよね。はい。でちなみにね、今じゃあ久保さんだったら何が通貨としておすすめですかってことになりますけども、例えばね値上がりしてないまでも値下がりしてない通貨とかあるわけですよ。まあ言ってみれば今日の時点5月12日の時点では、USD コインっていうのね、今コイン月光で4番になりますけども、それからバイナンスコイン、これは私個人的にバイナンスが嫌いなんで何とも言いませんけども、その次ダイっていうコインですよね、これもいいんじゃないですか。で暴落して真っ赤っかの中で値段が上げてるのが CUSDC っていうコイン月光49位に上がってるコインです。これなんてのはまあいいんじゃないですか。それとかトゥルー USD とかね、他にもありますよ。 CDAI ってやつですね、 CDAI、 これは多少値段が上がってます。他にもね、値段が上がってるコインを上げればまああるわけですよ。でそういう通貨が今注目を集めてるってことになるのかなと。シドファイナンスとかね、フレックスコインなんてのはこういう状況下で 10% 以上値を上げてますからね。フレックスコイン133位のコインなんてのはどうですかね。で HUSD とかね、MAI とかね、こういったものですよね。それぞれコインの強さってのありますんで、そういうのをこういう時だからこそ進めるっていう形で情報転換することができるんじゃないかなと思います。で結論として今日のまとめで言いたいんですけども、コインっていうのはね、資金が引き上げていくんですよ。今多いですから。で結局ビッグ3とかビッグ10ぐらいにまとまっていくんですけども、その時にここで引き上げられた資金が集中しますので、爆上がりをする時期っていうのがこの後やってくるんではないかなっていうのがいつものパターンだと思います。もちろんいつものパターンがいつも来るとは限りませんよ。ここでなんかそれで消滅ってこともありますからね、業界自体が。まあですんでね、無理なく金額をこの不確定要素の大きいマーケットに預けて、チャンスとリスクは表裏ですから、チャンスの分だけ同量の同質のリスクがありますからね、ご用心ください。それでは。